アルベルト・ブニャクは、ユーゴスラビア連邦コソボ自治州、ジラン出身で、コソボ代表のサッカー選手。FC ビクトリア・ケルン所属。ポジションは FW。アルバニア人である。8歳の時に家族と共に、スイスへ移住。グラスホッパークラブチューリッヒの下部組織を経て、2003年、当時チャレンジリーグ所属だった FC シャフハウゼンで、プロデビュー。 2003から04シーズンにはチームをスーパーリーグ昇格へと導いた。その後は、ブンベスリーガ2部の SC パーダーボルン07、FC ロートバイスエアフルトでプレー2009年には一部に昇格したばかりの1、FC ニュルンベルクへ移籍すると、移籍初年度にチーム最多の12得点を挙げる活躍を見せた。しかし、翌年以降は怪我の影響もあり、出場機会。 得点ともに激減。2012から13シーズンからは、当時2部に在籍していた1、FC、カイザースラウテルンへ移籍した。カイザースラウテルンでは、移籍初年度からキャプテンを務め、自身も13得点を挙げるなどチームを牽引。プレイオフに出場するものの TSG ホッフェンハイムに、敗れ一部昇格はならなかった。2013から14シーズン終了後、 FC ザンクトガレンに移籍し、再び、スイスでプレーすることとなった。2017年1月12日、FC エルツゲビルゲアウェに移籍した。2009年11月14日のノルウェー戦で、A 代表デビュー。2010 FIFA ワールドカップでは当初は、バックアップメンバーとしての登録だったが、マルコ・シュトレラーの負傷で、エントリーメンバーに選出され、 グループリーグ第2戦のチリ戦に出場した。2014年3月5日、自らのルーツであるコソボ代表が、フィファ承認の初の国際試合となる、ハイチ代表戦を主催し、同代表に招集された。ブニャクは、すでに、スイス代表での出場歴があったが、同試合は、国際 A マッチ扱いにはならないため出場が可能となった。ありがとうございます。